令和元年6月21日、水害シーズンを前に、阿蘇市の内巻小学校で、大雨を想定した避難訓練が行われ、保護者への児童引き渡し手順を確認しました。この訓練は、大雨によって学校の裏を流れている黒川が増水して危険が迫ったために、児童たちを体育館に避難させた後、保護者に安全に引き渡すというもので、毎年この時期に行われています。まず児童たちは学校の体育館に集まり、筑紫校長から水害の恐ろしさや災害に備える大切さについて話を聞いた後、地区ごとに分かれて体育館や靴箱の前で保護者の迎えを待ちました。学校から児童引き渡し開始のメールが配信されると、保護者たちは車で学校にやってきて、子どもを引き取り車に乗せて各家庭へ帰り、また家が近い子どもたちは保護者と一緒に歩いて帰っていました。内巻小学校では平成24年7月12日の九州北部豪雨で学校の裏を流れている黒川が氾濫して学校に濁流が流れ込み、教室まで浸水する被害に遭っていて、この日の訓練では児童や先生、保護者も真剣な様子で取り組んでいました。